毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。では頂上決戦ねやっていきましょう。今回選択チャレンジ、ヤスヒレさんね、先制取られました。エイジこれはちゃんと男、巻き来ましたよ。チート巻き、出たー。なんやこの選択、チートすぎますね。イオリ出ました。ロバートじゃでも無理でしょう。イオリじゃ、バース、マキ、エイジかな。ガチガチっすねガチガチというか、何やこのメンバーって感じだけどね。なんかアリーナ見てるみたいやな。ねえ、ちょっと前のアリーナ見てるみたい。ロバート後ろに置いてますね。イオリは一旦目打てますよね。怒り400溜まるはずなんで、まあ、このままでいいかな。溜まりますね。使っていこう。ヤタガラス余裕のワンパン。イオリで回収してる方がいいよね。これはイオリで回収なら、イオリで回収しても打てないんか。ロバートとマリーですね。ロバートの絆キャラゲニーになるんかな。ゲニーになってますね。ゲニー打ってくるんかな。じゃあ芽生えした。ゲニーゲージ溜まってそうですけど、このまま行きましょう。うわー、イオリなんかゲージ溜まった。強すぎやろ。サビリも使っていく。イオリなんかゲージ溜まりましたね。これも倒しとこう。もう今4体倒しましたよ。4体倒してシェルミー来た。シェルミークラーク、クリザリットとクラーク、やられましたね。エイジがさあ、ここでバースは耐えている。バースはでもやられますね。マキもやられる。ロバートこれ倒せるんかな。どうなんですかね。ルガール置いとこう。ルガール、ほんで、先に千鶴、ルガール、なんでそこ飛ぶの今の。攻撃2人おるからルガール置いたんですけどね。そこ飛ぶか。いや、しおり、これで後ろのクラークかクリザリと倒しに行こう思って置いたんですけどね。お、シェルミー倒しましたよ。シェルミー倒してさあ打ってきた。ヨグランブ、これは絆キャラどこになるかな。まあ、どこになったとしても高烈なんでね。高烈やから全然問題ないですね。麻痺した。麻痺しましたが、こういっとこう。イオリ前にしましょう。イオリは復活2回、デフォルト2回やったかな。もう忘れたな確か 2回ですよね、復活は。硬すぎイオリですね。使いましょう。ヤシオリからバース、金庫入りましたよ。てかクラーク倒しました。次ヤタガラスなんで、このロバートをどれだけ叩けるかですね。てかもう時間で勝てますね。これはキャラ5体倒してるんで、こっちがキャラ出さへんかったらいけるね。イオリでもやられましたよ。もう一回復活できるでしょ。イオリはもう一回復活できるんで、さあヤタガラス打ってみましょう。ヤタガラスでもロバヤンは、うおー、今踏ん張り入ったかな。ギリギリか。ギリギリっすね。さあバースは耐えますね。てかまだあのシェルミー溜まってないんで、ここシェルミー打たれたやばいけど、ロバートじゃさすがに倒せないね。回復しますから。うわー、麻痺が痛いな。でも麻痺解除のキャラおらんかったかな。麻痺解除いないかな。ここはチャンコウハンとか一発打っときましょうか。使おう。めまいないか。一応めまい頼みでね打ったんですけど。シェルミ溜まってる。ロバート、うおー結構減る。クリーザー、うわー沈黙痛いな結構状態上痛いですね、さっきから。わ、バースやられた。状態上に苦しんでる感じだけどね。バース使おう。
バース状態異常が、俺もよりスキル強い。やけどで、おロバート倒しましたよ。もうそんな踏ん張ってたか。シェルミー溜まっててももう大丈夫。もうバースもよりも倒せないから、こうなると。いやしかしね、結構追い込まれましたね。キャラがめちゃめちゃ有利なんですけど、それでも結構追い込まれましたね。イオリは復活2回やったかな。ちょっと能力見ときますわ。多分2回やったと思うんですけどね、デフォルト。まあこれはイオリのおかげで勝てました。はい、ではちょうど決戦、続きやりましょう。おっと、 YouTube が再生になった。ちょうど決戦続きやります。金マニさんね、先生取ったよ。クラーク選択チャレンジいきましょう。うおー、もう早くも UR 出てる。これはリンかな。 LR ですね。次ゲニコオメガ。まあゲニコか。いや嫌な予感するな。アッシュマジで、なんでナコルルか。珍しくて、あの LR の中では一番最下層のね LR 出ましたね。向こうはアッシュとオメガなんで、リン置いとこう。リンとユニコ置いといて、どうしようかなこれ。ちょっとねギースもこれ打たれへんからな、すぐに。置くキャラあんまいない。ギース置くか、これでいこうかこんな感じでいってみましょう。あー、旋風烈弾や。最悪や。ハオマルおったん。ハオマルまで見れてなかったな。ギース出してもうたね。おーっと、ルガル。ゲニコに来たのはいいっすね。旋風出るでしょ、これ。ほら、やってもうたな。ギース出したん失敗したな。ギース出したんかなり失敗しましたね。オメガルガル、毒は入るんですね。毒入ったらめちゃめちゃ有利やん。有利というか、めっちゃ有効っすね。オメガルガル、状態異常効きにくいんですけど、本来。毒で結構削っていけるからね。この2台目がもう無駄になってしまう。旋風はなんで2ターン連続で出る。なんでや。ギースゲージ溜まってないし、きついな。こういきます。オメガ倒そう。オメガを倒していく。ちょっと待てよ、これ倒せんか。こうか。嘘、こんな感じ。オメガ倒したいけど、どう。よし、倒した。毒で倒した。さあ1回目の復活。1回目というか1回しか復活できないけど。でアッシュっすよね。もう1体 LR アーデルハイド来ました。オメガ結構無駄に使ってますけど、もったいない気もするけどね。あー、ギースがもう何もしてないわ。失敗やなこれ、ほんま出し方失敗マジで。これでもオメガ倒せますよ、さすがにね。ここはもうギース捨てよう。こうなったら捨てましょう。ほんでね、まあネームレスでいいでしょう。クラーク、ネームレス、螺旋は使う。この覚醒倒しに行きます。覚醒をズドンと。よし、めまい。ほんでこの、あーオメガ硬い。まあしゃあない。覚醒は倒していく。めまい入ってますね、ナコルルに。ナコルちゃう、アーデルハイド。お、ダイモンイオリで、あとじゃああれですね、アッシュだけですね。アッシュだけ。天が風神山、もったいなかったな。ギースもリンもめちゃくちゃ出し方失敗したな。で、あとアッシュなんで、前はそうやな、ネームレスで耐えるかな。いや危険か。こういっとくか。そうっすね、こういっとこう。マッチャーからダイモン飛ばしてメールしきてクリティカル。おお、ワンパンした。ワンパンしましたよ。こうかな。これで多分ネームレス、ちゃアーディルハイド倒せるでしょ。そうそう。で、あとアッシュだけ。で、アッシュは、必殺はあのネームレス、やけど回復できるからここに置いたんですけど。よし、ガードした。そうそう。こうなるとネームレス結構強いんで。前は、ゲニコでいいかな。闇洞窟も使う。回収はネームレス。うん。これでいけますね。これワンパンできないでしょ、ゲニコは。これでは。逃げれるね。よし。こんなんいける。うわーっと、危ねえ。今危なかった。危なかったね、今。ネームレスがやられるとこやったけど。
まあ、珍しくでもアッシュとオメガとかゲニコとナコルルとかね、そういう TLR って言ったらいいんかな、そういうのが出たんで、なんか今回はね結構、面白かった感じもしますけどね。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。